柳ヶ浦駅は、大分県宇佐市住吉町一丁目にある、九州旅客鉄道日報本線の鉄道駅である。事務官コードは92万512。日出生代への物資輸送の必要性などにより、早期に建設されたとされる。日報線開通時の終点であり、鉄道昇華、第二週3陽、九州編でも東九州方面は当駅で、汽車は、 宇佐にて止まりたりと引き返し、小倉駅へ戻るようになっている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。単式ホームの一番乗り場は下り列車が、島式ホーム南側の三番乗り場は上り列車が主に使用し、 島式ホーム北側の2番乗り場は上下線の列車の対比や東駅始発の列車が主に使用する。また、3番乗り場の南側にホームのない上り列車用の副本線が存在する。かつては柳ヶ浦機関区が存在し、縦石峠周辺に1000分の25という急行バイク間が存在したため当たり駅で列車の編成の組み直し、 補機の連結などの作業が行われていたが、1966年に、新立石トンネルが開通して解消された。そのために2018年3月開始までは、当駅始発列車の時刻は、上り小倉方面で4時17分と非常に早く、JR 時刻表2018年2月号掲載時点で、最も早い始発列車の発車時刻であったが、 2018年3月17日改正以降は、小倉方面の始発列車は30分以上繰り下がって4時49分発となった。大分県内では最も遅く最終列車が到着する駅である。JR 九州サービスサポートが駅業務を受託する業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。IC カード守護課の購入と利用が可能。 大分デスティメーションキャンペーンの企画として、東駅と宇佐駅にて、接近放送に合わせ接近メロディー、ウェルカムツー大分が設定された。キャンペーン終了後も引き続き使用されている。1965年度には、乗車辞任が50万9895人、降車辞任が50万8234人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。 2015年度の乗車辞任は236,780人、降車辞任は237,858人である。1日平均乗車辞任の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車辞任の値を、各年度の日数で割った値。1939年10月1日に、宇佐海軍航空隊が開けたい。これに合わせて、 同年4月に、柳ヶ浦村都市計画が制定されて、当駅周辺の拡張も行われ、柳ヶ浦村の開発が進み、調整を施行した。その反面、太平洋戦争末期の1945年には3月18日に、アメリカ空軍による第1回目の爆撃を受けたのを皮切りに、4月21日には、マリアナ基地の B-29 による空襲を、 受けるなど、大きな戦災も生じることになった。航空隊の跡地は畑を経て水田に転用され、農地となったが、その一角から、うさ、畑遺石と呼ばれる集落の遺跡が発見され、土器などが出土している。また、2013年6月29日に、宇佐海軍航空隊の歴史等の戦争資料を展示する、宇佐市平和資料館が開館。 駅のすぐそばにある踏切は、現在も、航空隊踏切という名称で残されている。また、1955年3月31日に、柳ヶ浦町は、長洲町と若村と合併して、長洲町となり、1967年4月1日に、宇佐町と駅線町、四日市町との4町合併で、宇佐市となった。なお、 柳ヶ浦高等学校は、東駅より南へ約700メートル離れたところにあり、近辺には500羅漢像を有する登校寺がある。長らく上り一本のみ停車していた、日林市ガヤは2021年3月改正から、停車がなくなった。ありがとうございます。